フラリス。フラリス。私だよ。さあ、クラリス。私のところへ来るのだ。クラリス。私はここだよ。クラリス。クラリス。この部屋、何もないわ。一体何に使っていたのかしら。入りましょう。ことあるわけないわよね。ここがあのカリオストラ伯爵が使ってた部屋ね。そうね、その方が早いわね。わかったわ。これは伯爵の日記のようね。ん？これは、我が伯爵家と太后家よりなるカリオストロ一族に、古より伝えられし秘宝、賢者の石。しかし、未だ我が手中に収めることかなわぬ。いつしか賢者の石の記録を紐解こうとする。
我が意志を継ぐ者のために、王家の前、保管する。これで賢者の石の記録が王家専用倉庫にあることは間違いないわね。ただそれがどこなのかが問題なんだけど。カリオストラ伯爵。クラリス。ようやく私のところへ来てくれたんだね。待っていたよ、クララス。さあ、おいで。私はここだと。亡霊になってしまった伯爵は、クラリスにだけ執着しているのかしら。クララス。クラリス。ここはとても暗く寂しい。クララス、私を救っておくれ。クララス、ここは寒い。クララス、君ならできるはずだ。私をこの苦しみの淵から救い出しておくれ。クララス、クラリス、君は知っているはずだ。クラリス、私を冥界から連れ戻す術、私をカリオストロの血をよみがえらせておくれ。消えたわ。考えていても始まらないわね。いいわ、伯爵のことは忘れましょう。とにかく今は王家専用倉庫の手がかりを探し出しましょう。あら、珍しいわね。それは昔のレコードプレイヤーよ。きっとあの伯爵の趣味ね。レコードさえあればまだ動きそうだけど、さっきのレコードが使えそうね。光の満ちるがごとき気高さと、闇の王がごとき英知を有する我が子孫へこれを残す。我が言葉は扉を叩く。子は導かん。秘宝眠りし王家の前。バールシェム、バールシェム、トブビシェム、エロヒム。驚いたわね。伯爵
の声が入ってるなんて。でもどうも意味ありげな内容だったわね。まるで遺言みたい。それに最後の呪文のような言葉は何なのかしら。あら、そのレコードプレイヤーも持っていけそうじゃない。もうこの部屋のすべてのものを調べ尽くしたって感じね。王家専用倉庫についての直接の手がかりは見つからなかったけど、いかにも怪しそうなのを見つけたし。男でしょ、つべこべ文句言わないの。それじゃ部屋を出ましょう。怪しい台ね。光の満ちるがごとき気高さと、闇の王がごとき英知を有する我が子孫へこれを残す。我が言葉は扉を叩く。子は導かん。秘宝眠りし王家の前。バールシェム、バールシェム、トブビシェム、エロヒム。すごいわ、あなたやるわね。伯爵の声が王家専用倉庫の入り口を開く鍵になっていただなんて。さ、賢者の石の記録は目の前よ。そうね、その方が早いわね。わかったわ。すごい。多分ここの宝のことはカリオストラ伯爵以外に知る者はいなかったんでしょうね。待って、それ何か変よ。触らない方がいいかもしれないわ。間違いないわ。これが賢者の石の記録よ。見たことのない文字ね。その文字は死滅したゴート文字ってやつさ。よう、ルパン。しかもただのゴート文字じゃねえ。暗号化された闇ゴート文字だ。恥ずかしながらこの俺様にも自演自演読めねえんだな。まあもうそんな文字が読めるやつはこの地球上のどこにもいないんじゃないかな。それじゃお手上げじゃないの。クラリスなら知ってるかもしれないぜ。そうね、仕方ない。私もクラリスを助けるために協力するわ。その代わり、クラリスを助け出すことができたら、私にも協力してもらうわよ。了解。
ほんじゃまあ北の塔へクラリス救出。感動のご対面と行きますか。もう、いっつもこのパターンなんだから。ピポーパーポーポーピーピーポーポーパートーナドゥダ。手慣れたもんね、ルッパン。ぬふ、今や仮城の仕掛けの中で俺にわかんないことほとんどないぜ。まあいいわ。ほんじゃまドア開けるぜ。あら、団体さんでお待ちがあったのね。おじさま。はい、おじさま、ここですよ。久しぶりだな、クラリス。元気だったかい。おじさま、ごめんなさい。私がカリオストロ公国をきちんと治められないばかりに、またこうしてご迷惑をおかけしてしまって。何言ってんだクラリス。俺はクラリスが好きだから、またこうして会いに来たんじゃないか。おじさま、三文芝居はそこまでだ。久しぶりだな、ルパン。元気にやっているようだな。ああ、残念ながらな。口の悪さは相変わらずだ。ジョード、お隣でしかめっ面をしてらっしゃるお方を紹介してくれねえかな。どっかで会ったような気がするんだけんどもがよ。最近物忘れが激しくてな。わしじゃよ、ルパン君。カリオストロ伯爵とクラリス姫の結婚式の折、君と入れ替わった大司教じゃよ。はあ、その大司教様がなんでまた浄土なんかの隣に。ほほほほほほ、それを簡単に説明するのはちと難しいの。いずれにしても貴様らには関係のないこと、いろいろと手を尽くしてくれたようだが、結局は我々のために賢者の石の記録を探し出してくれる羽目になったようだな。何言ってんのよ。賢者の石は絶対に私がいただくわ。それは無理だな。なぜならば、今度こそ這い出る隙のない地下の幽閉壕に君たちを招待するのだから。俺は何度でも戻ってくるぜ。おじさま、クラリス、心配はいらないよ。ジョドーが言っていることは本当です。カリオストロ城を修復するときに地下幽閉壕を完全に封鎖してしまったのです。ルパンとフジコを地下へ落とすのだ。またまたゾロゾロと。おじさま、フジコさん。大丈夫だよクラリス、ちょっくらフジコちゃんと地下でデートしてくるだけさ。その賢者の石の記録を持っている者には聞きたいことがある。まずはルパンとフジコだ。また後でな。それまで死ぬんじゃねえぞ。なんて縁起でもねえかルパン、本当に大丈夫なんでしょうね。俺が抜け出せない場所なんてないのさ。落とせ。おじさまはは。おじさま、女王陛下様を女王の間にお連れしろ。ジョド、おじさまのお仲間をどうするつもりです。悪いようにはいたしません。女王陛下様はお部屋でゆっくりとお休みください。さて、
賢者の石の記録をこちらにいただこうかの。君の手にあってもそれは無用のもの。ゴート文字を読めるわけではあるまい。どうだ、いっそのこと我々の仲間になってみる気はないかね。まったくルパンといい貴様といい、世の中にはバカな奴らばかりだな。しばらくここで自分の身の振り方を考えてみるがいい。そうだ、貴様に一つだけいいことを教えてやろう。貴様から記憶を奪ったのはバーチャルゲーム館の機械だよ。あれはカリオストロの住民すべてを私の意のままに動いてくれる従順な者どもに変えてくれるのだ。ださあこちらに渡せ。自分が何者なのかわからぬというのはさぞかし不安なものじゃろうの。しかしじゃ、裏を返せば自分が何者なのかを知っておる者も実は少ないものじゃ。ふう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 。